Hello, 大家好，这里是 Holoki 英国です。今日はナイトコア P20 UV を皆さんに紹介いたします。この P20 UV は CreXM L2 LED を使います。本体の材質は頑丈なアルミです。長さは 134mm で、太さは 31mm です。このライトは18650型電池1本あるいは CR123A 型電池2本を使います。このライトは2つのボタンがあります。 N を書いている点灯スイッチと下の切り替えスイッチです。点灯スイッチを押すと点灯です。切り替えスイッチを押すと切り替えができます。ミッド、はい、と紫外線モードです。ちょっと長く押すとストロープモードになります。まだ押すと前のモードに戻ります。それに点灯していないうちに切り替えスイッチを押すとまたストロープモードになります。離すと消灯です。以上のはジェネラルモードです。他にタクティカルモードとローインフォースメントモードもあります。切り替えるとき、まずはヘッドをちょっと緩めて、そして切り替えボタンを押しながらヘッドをちゃんと閉めます。一回フラッシュするとタクティカルモードになります。このモードはハイと紫外線だけあります。また同じ方法でフラッシュするとローインフォースメントモードになります。このモードは、はい、紫外線とミッドあるです。また同じ方法で3回フラッシュすると最初のジェネラルモードになります。このライトは3つのモードが選べます。とっても便利です。そして紫外線モードがありますので、お金、特別なファイルなどをチェックすることができます。それに簡単にストロボモードの点灯ができますので、警察さんにとってはとっても使いやすいライトだと思います。お客様いかがでしょうか。ではまたね。再见。